はい、こんにちは。今回ね、クーオーの 4K アクションカメラ CUSPC03 というモデルの外観と、そしてメニュー操作を見ていきたいと思います。このように中華アクションカム、結構あるね、中華アクションカムと同じような形をしております。表面に電源ボタンがありまして、この左側面には充電用の USB、 マイクロ USB の端子と、ミニ HDMI ですね、出力ポートと、そして SD カードの、マイクロ SD カードの挿入口があります。タッチパネル式ではないね、画面が搭載されています。画面の下に技適マークとナンバーがね、記載されてますね。右側の側面にはこのように上下ボタンがあります。そして上面にはシャッターボタン、録画開始ボタンがあります。底面はこのようにバッテリーが入る蓋がついています。この蓋がね、非常に取りにくいのはおなじみ。そして中にはバッテリーがね、入っています。このように 1050mAh のバッテリーが入っています。ではメニュー見ていきましょう。表の電源ボタン長押しでオンになります。このようにロゴが表示されて電源がつきました。画面のレイアウトはこんな感じで、左上に 4K30fps 現在のモード、右上にバッテリーの残量とカードが入っている旨、下はね、日付等の情報が載っています。電源ボタンを1回押すたびにモードが切り替わります。今写真撮影モードですね。このように撮影が可能です。もう1回押しますと、今度は撮影した映像画像を閲覧するモードです。このように上下ボタンで選ぶことができます。そして上のね、シャッターボタンで再生、このように撮影した映像をね、見ることができます。上下ボタンで倍速であったり4倍速再生も可能です。もう一回電源ボタンを押すと元に戻ります。もう一度押すと、今は動画でしたけれども静止画を見るモードです。今先ほど撮影した画像1枚だけ表示されています。次、こちらがビデオ設定です。このように日本語メニューで分かりやすく表示されています。一番上から見ていきましょう。まずビデオ解像度、解像度はこのように 4K30fps まで高解像度対応しております。スローモーションで撮影したい場合は 720p120fps で撮影することができます。次にループ録画機能です。現在オフになっています。こちらはカードがいっぱいになると上書きして、ね、撮影を続けるというモードです。1分3分5分という単位で動画ファイルが区切られます。特にドライブレコーダー的な使い方をする場合はこのようなループ録画オンにして、最新のものだけ撮り続けるということが可能です。続きましてタイムラプスです。これはある一定間隔でシャッターを切ってつなげて動画にするというモードです。1秒から60秒まで設定することが可能です。次、スローモーションです。先ほどのビデオ解像度メニューでもありましたように、 1080p の 60fps、 720p の 120fps 撮影することが可能です。 720p の 120fps で少し撮影してみましょう。いかがでしたでしょうか。なかなかスローモーションね、面白い絵が撮れるんじゃないかなと思います。続いて音声録音オンオフ、これはね、もうね、音声を撮るか撮らないかということで2択です。以上、動画撮影のメニューです。続いてまた電源ボタンを押しますと、次に静止画モードに行きます。静止画でも同じように画像の解像度、このように16メガピクセルから5メガピクセルまで選ぶことが可能です。次、セルフタイマーで、これはシャッター切るまでの時間を指定することができます。2秒から10秒まで設定できますので、
自撮りであったり記念撮影で少し離れた時にシャッターをオンにして10秒後に切るというね、まあ、集合写真的な使い方も可能です。続きまして連写です。連写は5連写3連写可能です。ちなみに5連写このようになります。用意スタート。まあ、こんな感じでね、めちゃくちゃ高速っていうわけじゃないですけれども連続的に撮影することが可能です。静止画の、ね、メニューはシンプルでこの3つだけです。続いて一般的な設定、続いて一般設定です。 Wi-Fi 機能、これはスマホからね、Live DV というアプリを使って遠隔プレビューができます。今オフになってますけれども、この後ねご紹介いたします。リモコンボタン、付属のリモコンから操作することができます。そして音量、今本体でね音が鳴っていますのでその音量を調整することが可能です。そして操作音、今ねピッと鳴っている音です。次が露出、ここからが撮影した映像や画像のね調整になります。露出0、このようにね露出補正することが可能です。露出を一番暗い状態で撮影してみたいと思います。ちょっとカラーチャートを iPad に表示して撮ってみたいと思います。今映像の露出をマイナス2の状態で撮影しています。いかがでしょうか。今映像の露出を0の状態で撮影しています。露出0です。いかがでしょうか。今露出2の状態でプラス2の状態で撮影しています。だいぶ明るくなってますね。いかがでしょうか。露出を変更して撮影してみました。いかがでしょうか。だいぶね変わったんじゃないかなと思います。若干ねアンダー気味で撮るのがねいいのかなというふうに思いました。次に続いてホワイトバランスです。これもね自動になっているんですけれども、ちょっとね青いかなっていう感じをねこの映像感じますので、自動日光、曇り、蛍光灯位置、白熱灯、このね5パターンで撮影してみたいと思います。ホワイトバランス自動のモードで撮影しています。露出は0です。ホワイトバランス日光の状態で撮影しています。今室内の蛍光灯下で撮影していますので、だいぶ緑みがかってますね、黄色みがかってますね。続いてホワイトバランス曇りの状態で撮影しています。曇りの状態で撮影しています。続いてホワイトバランス蛍光灯で撮影しています。ホワイトバランス蛍光灯で撮影しています。これが実際の環境下に一番ね合っている状態かと思います。次にホワイトバランス白熱灯で撮影しています。白熱灯で撮影しています。以上がホワイトバランスです。あらかじめ設定された5つのプリセットを切り替えて撮影することができますが、もう少しね任意に色温度ね変えれるといいなというふうに感じました。続いて ISO 感度です。 ISO 感度は100から3200までね変更することが可能です。続いて効果、ノーマルセピア、白黒ネガと、このようなモードです。以上が効果です。ネガがねなかなか面白いですよね。次コントラスト、コントラストもこのようにね4,5,6,7,8,9,100 までね変えることができます。10段階ずつです。上下10段階ずつ変えることが可能です。続いてサイド、そしてシャープネス、このように明るさ、色味、シャープといったね画質調整が可能です。続きましてシステム設定です。言語今日本語になっていますが、このように言語切り替えが可能です。続いてドライブモードです。これはねドライブレコーダーモードと言いますね。バッテリーを抜いて USB の電源を車からね供給するようにしておきますと、車のイグニッションというか電源をオンにした状態で録画開始されるというモードです。ですのでドライブレコーダーのように走り始める前に手動でこうねオンにする必要がありません。続いて自動電源オフです。これは1分、3分、5分とね
自動的に電源をオフする時間を決めることが可能です。そして日時指定に日付形式に日付スタンプ、これは録画そして撮影した画像映像に日付ねスタンプとして記録するかどうかっていう切り替えです。電源周波数、これはねフリッカー防止のために西日本か東日本か切り替えるモードです。画面回転、これは上から吊り下げた時にね、上下反転できる機能です。そしてスクリーンセーバー、これは画面がね暗くなるのが今30秒で暗くなりますけれども、この秒数も1分3分オフと切り替えることが可能です。30秒だとねちょっと短いかもしれません。そしてフォーマット、設定のリセット、ファームウェアバージョンということでシステム設定となっています。そしてもう一度電源ボタンを押しますと終了ということでエグジット、あとは撮影モードに戻るというようなね流れになっています。では最後プレビュー録画撮影ということで遠隔スマホからね操作するやり方やってみたいと思います。ライブ DV というアプリをインストールして利用します。カメラとスマホ接続できるようにするために Wi-Fi 機能をオンにいたします。そして上下ボタンのね下側を押すと、そして上下ボタンの下側をね長押しするとオンにしますと、このように Wi-Fi のね電波マークが表示されますので、スマホからカメラを探して接続します。ID はこの下のボタンを押すとね確か出てくるはず。つながりました、無線 LAN 接続という状態になります。そうしますとねすぐに接続が完了しまして、このようにスマホからカメラ映像をね映すことが可能です。こんな感じで撮影しています。通信状態によってはねちょっとラグはありますけれども、いかがでしょうか。このように撮影もスマホから可能です。ビデオも録画、非常にスムーズですね。終了、そして撮影したね映像をチェックすることが可能です。あとは撮影設定です。先ほどね紹介した本体で操作できる一部のねメニューがこのようにスマホからも操作することが可能です。ということでこのようにね簡単にアプリから操作できるような機能も備わっています。ということでいかがでしたでしょうか。今回はクーオーの 4K アクションカムの設定画面、そして設定画面切り替えた時の映像のね映り度合いの変化ご紹介させていただきました。最後はねスマホからの接続ということで一通りの操作ねお分かりいただけたかと思います。ほとんどのアクションカムが今回の操作でね覚えていただければ操作できるんじゃないかなと思います。ということで説明ビデオ的になってしまいましたけれども、今回も見てくださりどうもありがとうございました。